中山競馬場第6レース、メイクデビュー中山、3歳新馬、芝の内回り 2000m、 出走メンバーは14頭です。依然として風はほとんどありません。中山競馬場4コーナーを回り切った時点でのゲート入りがゆっくりと行われていきます。芝はやや重のコンディション、木曜日の雪の影響が若干残っている芝コース。4番アローマンシュが入って、最後の1頭は14番の赤影、待っていましたがこれからゲートに向かいます。14頭デビュー戦、ゲートインが終わります。スタートしました。若干7番のフェッテは後方から、まずはスタンド前、内から3番レイブンズコー、じわっと出ていって2馬身のリード。2番手に上がったのは5番ブラックラスター、うち3番手1番バイロイトです。4番手は12番シハイドラ、前から5投目馬群の中に入っていく9番コスタデプラタ、その後ろに11番マイネルニコラス、内は2番ファミリークレストで1コーナーを回っていきます。1コーナーを回っていって好スタートから先手を奪い切った3番レイブンズコー、1馬身半のリード、そして2番手は5番のブラックラスター、2コーナーを迎えます。3番手内1番バイロイト、その外は9番ゴスタデプラタ、さらには12番シハイドラ、固まって3番手集団です。2コーナーから向こう上面に出ます。2馬身後ろに内は2番のファミリークレスト、その外11番マイネルニコラス、向こう上面に入って3馬身後方4番アローマンシュが行っています。2馬身離れて10番アスクレッドスター、直後に14番赤影、前に接近していきます。最初の 1000m は1分5秒台で行っています。あとは2馬身離れて6番ダビドが行って、1馬身半後方8番アラリンホルン、直後に15番13番アンダーユアスペルが行って、これから3コーナーカーブ、4馬身5馬身6馬身離れて7番のフェッテが最後方、第3コーナーを回っていきます。前は固まってわずかに3番レイブンズコー先頭、首ぐらいのリード、600を切ってスーッと接近する11番マイネルニコラス、12番シハイドラ、そして馬群の中5番ブラックラスター、一段となって4頭広がった4コーナーに向かっていきます。その後ろ4番アローマンシ、400を切って4コーナーカーブ、その後ろに9番コスタデプラタ、第4コーナーを回って直線に向いています。今度は11番マイネルニコラス先頭に変わるか、内は食い下がって3番レイブンズコー、200を切って間は12番シハイドラ、3頭の猛烈な競り合い、3馬身離れて4番手4番アローマンシュ、さらには6番ダビドが現在5番手、前3頭の競り合いから抜けたのは11番マイネルニコラス、マイネルニコラス降臨、2着わずかに3番レイブンズ効果、12番シハイドラ、最後に今7番のフェッテがゴールを通過、タイムは2分5秒後、ゴール前3頭の競り合いの外を回った11番マイネルニコラス、捉え切ってデビュー勝ち、キングカメハメハ3区、鞍上は柴田大地騎手、そして3番レイブンズ効、さらには12番のシハイドラ、直線はこの3頭の競り合いに終始しました。最後は競り合いから抜けた11番マイネルニコラスです。タイムは2分5秒後、上がりタイムゴールまでの 800m は47秒1、 600m は34秒7です。そして2着は3番レイブンズコー、12番シハイドラは競り負けて3着、その後ろ4番アローマンシュに6番のダビドです。11番マイネルニコラス、1着11番マイネルニコラス、2着3番のレイブンズコー、3着12番のシハイドラ、4着4番のアローマンシュ、5着6番のダビドの順番です。第6レース確定までお待ちください。中山6レースの新馬戦、勝ったのは11番マイネルニコラス。お兄さんのマイネルラフレシアは東京スポーツ杯の2歳ステークスで3着もあった馬ですけれども、この馬も新馬勝ちとなりました。2着が3番レイブンズコーで、3着12番のヒシハイドラの順です。11番3番12番3番人気7番人気1番人気です。単勝11番 7.2 倍、枠連376.9倍、馬連3番11番 56.2 倍、馬単11番3番 94.8 倍、3連複3番11番12番 49.1 倍、
3連単11番3番12番373.9倍です。確定までお待ちください。